科学と生命科学の両方を学ぶことができて、それだけ視野も広がったというか、興味も広がりましたね。全く異なる化合物同士を混ぜてみると、全く異なる分子ができたりとか、構造が変化したりとか、まあ、そういうのを実際に目で見るのが非常に楽しいですね。その提案の中にも問題点がありまして、何やりたいのかなってずっと考えてて、3年の授業で電気電子工学科っぽい実験が始まるんですけど、その中で今一番面白そうだなと思ったのが回路の特性を知るだとか、あとはそのシミュレーションソフトを使って何かやるっていうのが自分には向いてるのかなと思って、でそこでそういうことをやる研究室にしようって決めました。社会の仕組みとか数学を使って問題解決していく、そういうところが面白いなと思ってシステム工学科に進むことにしました。改善活動が一番メインでやってるので、時間の使い方だったり勉強以外のところでも、僕は部活をやってるんですけど、その部活と勉強を両立するっていうところでも、まあ、学校で学んだことが生かされてうまく時間を使えるようになったのはいいかなっていうふうに思っています。